こんにちは、皆さん。今日のテーマはホンダシティの誕生について、皆さんと一緒に探究していきたいと思います。まず、シティと聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか？近未来的なデザイン、それとも抜群の燃費性能を？実はシティの歴史は意外と古くて、最初のモデルは今から何十年も前に登場しました。今日はその初代シティがどんな背景で誕生したのか、そして当時の自動車業界にどんな影響を与えたのかを一緒に見ていきましょう。さて、ここでちょっとクイズタイム。シティに関するクイズを2問出します。クイズ1、シティが初めて発売された年は。1981年、2、1975年、3、1986年。正解は1の1981年です。シティは1981年に初めて市場に登場しました。当時の日本ではコンパクトで高性能な車が求められていて、シティはそのニーズにぴったりハマったんです。クイズに、初代シティの大きな特徴は。1、電気自動車である。2、折りたたみバイクがトランクに収まる。3、サイドドアが自動開閉する。正解は2の折りたたみバイクがトランクに収まることです。これは画期的なアイデアで、車の中にバイクを積むという新しいライフスタイルを提案しました。シティの誕生には当時の自動車業界の動向が大きく影響しています。1980年代初頭、日本の都市部では駐車スペースの問題や燃費の問題が深刻化していました。そんな中、ホンダはシティコミューターとしての新しいコンセプトカーを開発しようと考えたのです。それがシティの始まりです。初代シティは1981年に発売され、そのコンパクトなボディと広い室内空間、さらに先ほどのクイズにもあったトランクに収まる折りたたみバイク元コンポという特徴で一躍話題になりました。当時の自動車業界はまだ大きな車が主流でしたが、シティはその常識を覆し、都市部の新しい移動手段として注目されました。さて、ここからはさらに詳しく初代シティの魅力について掘り下げていきましょう。まずデザイン面から見てみましょう。初代シティはコンパクトでありながらも広い室内空間を持つという驚きの設計がされています。特に短くて高い車体はトールボーイスタイルと呼ばれ、当時のコンパクトカーとしては斬新でした。正解。このデザインは限られたスペースを最大限に活用し、室内の居住性を高めることを目的としていました。結果として狭い都市部での取り回しがしやすく、なおかつ快適なドライブが可能となりました。外観はシンプルでありながらも未来を感じさせる直線的なラインが特徴的で、多くの若者に支持されました。さらにエンジン性能も優れていました。前モデルには 1.2 リットルの直列4気筒エンジンが搭載されており、コンパクトカーながらも十分なパワーを持っていました。最高出力は67馬力で、軽量なボディと相まって軽快な走りを実現しました。これにより都市部だけでなく長距離ドライブにも適していたのです。また燃費性能も高く、燃費の良さは経済的な面でも大きなメリットとなりました。このエンジンは当時の技術水準を大きく上回る性能を発揮し、ユーザーから高い評価を受けました。そして何といっても注目すべきは、先ほどのクイズでも触れた元コンポです。これは折りたたみバイクでトランクに収まるサイズで設計されています。元コンポの開発はホンダの車だけでなく、目的地までの移動手段を提供するという新しい考え方に基づいていました。モーターバイク元と当時流行っていたオーディオのコンポを合わせ、持ち運びのできる元から来ている。元コンポは全長 1185mm、 幅 535mm、 高さ 910mm と非常にコンパクトで、シティのトランクにすっぽりと収まります。エンジンは 49cc の2ストロークエンジンを搭載し、最高速度は約45キロ程度でした。この折りたたみ式超小型スクーターを使うことで、車を駐車してからさらに目的地まで移動するという新しいライフスタイルを提案し、大きな話題となりました。
このアイデアは都市生活者のニーズに応えた非常に先進的なものでした。実際に元コンポを使ったライフスタイルはシティライドと呼ばれ、当時の若者の間で一種のトレンドとなりました。これによりシティは単なる車ではなく新しい生活様式の象徴としての地位を確立しました。さらに初代シティは広告キャンペーンも非常に革新的でした。このように初代シティはデザイン、エンジン性能、そして革新的な元コンポの導入によって自動車業界に新たな風を吹き込みました。これが今でも多くの人々に愛される理由の一つです。さて皆さんは初代シティについてどう思いましたか？自動車業界にとっても非常に革新的なモデルでしたよね。皆さんの中で実際に初代シティに乗ったことがある方、もしくは元コンポを見たことがある方はいますか？ぜひコメント欄で教えてください。そして他にどんな車が好きか、または未来の車にどんな機能が欲しいかも教えてください。今回はシティの誕生について考えてみました。皆さんもこのテーマについてどう思うかコメントで教えてください。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。動画が役に立ったり面白かったと思われた方はぜひチャンネル登録やいいねを押してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた次回まで。